あ、そうかそうか。時にチビロボ刑事の持ってるそれはあれではないか。そう、そんな気になる、そんな気になる。クッキー、まさかね、ここで火薬いるとは思ってなかったよ。どこで使うのかなって一番悩んでたもん、このアイテム。おお、迫力あるね、やっぱり。なんか早起きや三毛の徳に近い何かを感じました。ちょっといいかな。何なんすか、なんですか。どうもステップがしっくりこないんだ。足の上げ具合が悪いのか、それとも、ん、なになになに。お前ら、お前ら出てきて大丈夫なのか。冷たい氷、冷たい氷、冷たい冷たい、覚えとこう。あ、氷いるのかな、もしかして。ごめん、読んでなかったけど、丸。やはりそうか、うん、そうそう。で、どうなんだろう、よくわかんないな。ワン、ツー、ワン、ツー。イベント進む？発生する、なんか。うん、この技ね。落とし物？多分、このラブレターのことを言ってるんでしょうけど、だよね。返さないといけない。返しに行ってみようか。ちょっと他のアクションを起こしたから、もしかしたら、ベベちゃんまたいるかもしれないよね。行ってみよう。さあ、ということで、一回デスルーラーをしてきました。まあ、怪我人使っただけだけどね。3位になりました。ありがとうございます。400、400。420! 思ってた以上に上がった。1119か。まあ、いけなくはないけど、遠いですね。よし、じゃあ。やれそうなことをしていこうかなと思います。お、咲いてますよ。咲いてますよ。これが噂の。注射器で、ちょっと一回水出そう。トンピーの涙出しちゃおう。これ見たトンピー泣くだろうな。オッケー。で、これで伝説の3つ、これをサンプーにあげてこればいいと。ん？なんだこれ、ハンカチ。こんなとこなかったよね。うん、なんか過去に戻った時と何か関係性があるのかなってことは。まあ、とりあえず、サンプーに渡してきちゃおうかなと思います。うん、咲いた。咲いた咲いた。咲いたよ、咲いたよ。よーし、かけてあげよう。えい。あ、びっくりした。外したかと思った。大事な一発を。
買おう買おう。この味は10年前この家に咲き誇っていたあの伝説の。超ド級いただきました。あーもうダメ漏らさないで。っていうか、なんでこのカラーリングなんだろう。ありがとう。感動する場面ですよ、一応。もう感動してください。感動してなくても皆さん感動してください。絶対チビロボ無表情で見てるだけだよね。あ、オッケー、サンプルシール。余計中毒になりそうな気がするけどね。その処理はしないんだ。ん？どうした？みつ、どうかしましたか？まさか。卒業とは、卒業とは一体。おや、なんちゃって冗談、冗談、冗談きついね。じゃあこの蜜も十分ですね。お、いた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 。ベベちゃん、こんなところに。また落としてしまいました。恋は人をドジにさせるのでしょうか。こんなところにいるなんて思わなかったよ。もうお分かりですよね。そうです。またなくしました。大丈夫、持ってるよ。すでに？さては拾ってないか。持ってるよ、持ってるよ。返そう。それです、それです。さあ、33ハッピーと1000マネ、1000マネも。読んだ。読んだな、トンピー。あとはこれを渡してしまえれば、リビングに行きますわ。よし、リビング行こう。時間あるかわかんないけど、リビング行きましょう。よし、あ、なんか、テレタビーズがいる。どうしよう。気になるけど、リビング行こう。え、ちょっと待って、この視点何？この謎視点何今の。カメラ固定だったんだけど。さあ、お願いだ。間に合ってくれ。イベント起こって、なんか。タオもいるなぁ。あ、間違えた。急いで。1、2、1、2。おー、いいね。この迫力。え、ちょっと待って、どこにいる？上じゃないよね。禁断の技。いつもこの辺にいるよね。ねえ、もうまさかね、こんな使い方するって思わないでしょ、これを。いないかなーってことはまだ。タオンとこ行きてえな。あ、でも寝てるわ。寝てるからやめとこう。
起きていればね、よかったんだけど。よく考えたら夜だったな。じゃあ、とりあえず今はできないのかな。こんなもんなのかな、できることは。おお、びっくりした、びっくりした。ベベちゃんが、開幕ベベちゃん。そうか、夜になったらイベント発生するかな、じゃあ。自分で渡そうってもう努力してるんだ。もうちょっとなところまでは来てるんだね、つまり。お昼もね、なんだかんだ、回るとこあるかなって、今は思ってます。わかんないけどね。このね、タオと会話できるっていうことを、最近?前回?今回?わかんないけど、どっちになってるか。また、別のタイミングで撮ってるので、わかんないんですけど、前の日の夜の部分は。まあ、タオとね、会話ができるようになったので、それで、ちょっとタオのイベントとかを、もしね、タオのイベントがあるならば、全然見てなかったんじゃないかっていう。で、今なんか水欲しいって言ったよね。えい。喉乾いた的な。違う?えい。あれ?あれ?あれ? どうしたの?疑惑の判定かと思ったらそうでもなかったわ。違うのか?ってことは、もう可能性は一つ。一つ。もう大丈夫。それは、あなたが入るんじゃないですよ。こうですね、おそらく。よいしょ。OK。お、水入れてくれたのか。入れたよ。サンキューな。結構ノリ良さそうだよね。タオって。お、めっちゃ飲んでる、めっちゃ飲んでる。あ、水だ、水だ。うめえ、こりゃカルキの入ってるミネラルウォーターだな。なるほどね。もしこれがだよ。トンピーの涙とかだったら、でも同じセリフ言うんだろうね、きっと。なんということだ。カエル発見。そういえばね、カエルのシールってもらってないんだよね。ないのかもしれないんだけど、もしかしたら、なんかあるのかもしれないよね。話しかけてみようか。久しぶりケロ。マジ久しぶり。ここのところずっと、うん、確かに。うん、雨降ってほしいね。そういう話だよね。生活に潤いがないと気持ちにゆとりがなくなるケロ。そうケロね。雨乞いの儀式。必要な3人が揃わない。大丈夫なの?これはフラグ?いいよー。レッツ雨乞いの儀式。なんか変な響きだな。しゃがむタイミングを合わせて Z アクションをしてくれればいい。心を一つに。OK。のんのん、のんのん。あ、なるほどね、なるほどね。こういうこと?あ、間違えた。ごめん。今間違えた。本当に間違えた、今。こうね。さあ、気になる結果は?おお、雲が。降ったー。雨、やったね。大丈夫なの?ちびロボ的には大丈夫なの?それは。肩にも咲いてるよ。あ、やった、カエルシール。よかった。
やんだんだけど。もうやんだんだけど、大丈夫？うるおった？あ、そう？それならいいんだけど。お、トンピー出てきた。また違う話聞けたりするのかな？ここであえて立ち上がらずに待つ。でもそっか。ちょっとくらい息抜きしたい時もありますよね。あ、だったらいいこと、いいこと。私、実は、まさかのマイマイク、マイマイク。もう完全にもう歌い手コースですね。トンピーの歌ってみた動画にご期待ください。うん。古着見つかった。もしかしたら、このハンカチって使えるんじゃない？違うかな？悪魔さん映ってる。打ちたい。あ、いいんだ、いいんだ。3種類ぐらいいらない古着あったんだけどな。これでいい？あ、いいよいいよ。いいっすよ。全然大丈夫です。でもほんとおちびちゃんは小さいのによく働いてくれるわね。いえいえ。なんでサイズって英語なの？万歳。かわいい背中だこと。まさかの測るものが。パパと同じなの。ちょっと待って、意味がわからないんだけど、よく。ということで、明日になったらまた様子を見に来ればいいんですかね。楽しみだ。さあ、やることがなくなったぞ。さあ、やることがなくなったぞ。あ？なんかイベント始まった。油まみれなパパの代わりに、ジョイでもどうですか？握手、尻尾、握手。でー、かわいい。え、また話しかけれる？すいません。尻尾。そりゃそうだよね。どうしてってなるよね。握手したけど握手するとどうなるの？てへへ。あ、なんかもしかして無限にもらえる？ごハッピー。なるほどね。とりあえずあれなんですよね。おしゃぶりボーンを手に入れたいっていうのがあるんですよ。この辺にね、あったのような気がするんだよね。前に撮った時は。でも、過去のタオじゃなくて、この現在のね、こっちの世界の方のタオにあげちゃったので、アイテムって復活するのかな？どうなんだろう。まあ、必要な分だから復活するとは思うんですけど、どこ探してもないんだもん、ここ以外。変えたらいいのにな。さあ、ということで夜になったので、ベベちゃん早速行きましょう。ベベ、一生ここでお手紙を渡すね。まあ、隠れているのでしょうか。どんな形でもいいからベベにください。オッケー。なんかないかな。何かしらの着ぐるみでカバーできそうだけど、とりあえずギッチョマンに話しかけてみよう。ワントゥーワントゥー。ステップが苦手なようだ。さあ、レッスンレッスン。
よくわかんない。片っ端から試す。そうだよ。これか、これか。めちゃくちゃが曲は曲に入りかけたんだけど今。怪しいものは見当たらないようです。確かに受け取った。なんかよくわかんないけど渡せたってことでいいのかな。よかったじゃん。何このシュールな光景。うそー、ベベー、ベベちゃーん。あ、ベベシールありがとうございます。見ちゃったね。そうだよね、トンピーってなんか自分に書いてくれてるって思ってたんだよね。しかもママさんが。戻ってきたー。おかえりー。